大津藩鉄砲隊はですね、おととし、この大津城の天守閣の復元10周年を記念して結成されました。愛媛県内で唯一の火縄銃の鉄砲隊です。本当は女性隊員が3人いるんですけども、今日はちょっと所用でよそへ行っております。立ち合いなし、伊勢射撃、構え。火ぶたきれ。放て。全部で5発撃つ予定です。すごい、びっくりした。続けて弾を込め。すごいね。今使っている銃は江戸時代の本物の銃です。だいたい弾を入れたら200メートル飛びます。50メートル離れたところの甲冑を貫く威力があります。ですから50メートル離れて外すと今度自分がやられるかもしれません。先ほども言いましたが、火蓋を切るということはここから出た言葉です。火蓋を切るということは、鶴瓶地構え。イブター切れ。隊長より放て。拍手がないぞ。続けて弾を込め。それでは発注若武者、はい、はい、北九州から参られた名前は小殿。九州大変な時に申し訳ないです。ただいまより使用いたします。
方か、やりたい方おられるか。おらんか。浜岡め。もうこの回を逃すともう二度とないぞよ。よろしいか。これこそ一番遠くから来たという方はおられんか。関東、北海道、東北、外国はおらんか。ひらつけ。縦膝なし、釣り目し、構え。ひぶたきめ。隊長より放て。さあ皆さん、この鉄砲では残りの一発ですが、あの後ろにでっかいやつが控えておりますんで。そのでかいやつも見て帰ってください。北九州の大きい方はやらんか。こっくら最後やぞ、これが甘お米。さあ、これより北九州小倉藩伊藤広殿が采配いたす。よいな。ゴールデンウィークの3日に、まあ皆さんよっぽど暇だったんだろう、ここに来たのは。ありがたい。午後からもやる予定であるんだけど、ちょっと雨が心配なんで、まとめて打っちゃいます、今のうちに。気をつけ。銃の3倍の量が入った侍筒をご披露いたす。準備にしばらく。